亮田中。こんにちは、ドラマーの田中亮です。本日はですね、まあ、生存確認というか、だいぶ YouTube もほったらかしになってしまっておるので、どういうことをしているかというのをお伝えしようかなと思いまして、本日はですね、レコーディングでございます。こちら、レコーディングスタジオに来ていましてですね、今、あちらでセッティングしたドラムに血栓をしてもらっております。ちょっとあっちの方も見に行ってみましょう。さあ、そうしましたらですね、コントロールルームを出て、こちらへ参ります。ただいまスーパーエンジニアの向井先生がマイクをセットしてくださっております。そしてあいい感じにノリノリでやってくださってます。そしてこちらが作曲家の長島大先生でございます。大先生、大先生実は格闘家という、ちょっと切れると怖いです。アマチュアです。切れても何にもできない。何にもできない。そしてこちらがですね、本日のドラムセットでございます。本日はこのスタジオのこれはパールですね。パールのティ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 ン、パールのメイプルシェル、シリーズはわからないでもメイドインジャパンなので昔のいいやつっていうやつですね。そしてセッティングがワンタムワンフロアのいわゆる普通のセッティング、王道ですね。まあ、なんだかんだ言ってセッティングとか王道が一番いいんじゃないかと最近思い始めてるとこなんですが、でこちらが本日の曲たちですね。もうおたまじゃくしいっぱいでなかなかの難曲でございますという感じのスタジオの中でございました。これからセットして本番にあります。はい、ただいま箇所箇所テイクを重ねて部分部分で撮っていってる最中で、もう終わりそうな感じになってまいりました。最後のこの辺りのところやってます。はい、というわけで無事終了いたしました。パチ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 というわけで、こんな感じでレコーディングをやったりしております。また何か投稿できたらなと思いますので、ぜひいいねとかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それではまた、バイバイ、タムタム。